ファンの皆さん、モアタウジーナショナルスーパーカー1回戦ジロンダンボルド対リアンドネロ、天候は晴れ、エスタリオレイディアから実況金田彦がお送りします。大観衆の目が集まる中、いよいよ試合開始です。ナショナルスーパーカップ今試合開始です。左にエンドを取るのはブルーのユニフォームジロンダンボルド、フォーメーションは 4-4-2。 一方右のエンドを取るのはピンクのユニフォームイタリアの大将軍ビアンコネロ、監督はサー一監督、フォーメーションは 3-5-2。 選手たちの体調管理がしっかりと行き届いているようです。ここで打ってきた、決めた、ゴールイン、0-1。ゴンサロ・イグアイン、この男が決めるとチームが乗ってきます。大会が光りました。前半14分キックオフです。このボールを渡しました。マルコドリブリング横へ、さあビアンコネロ回していく、止めて渡りません。トラオレ、トラップナビス運んでいった、シュートです。抑えます。キーパーボールを出します。抑え、ウーナス突破していく、ウーナスパス、さあポグバ周りを見て、アロは横に送り、モドリッチ、ピルロ運んでいった、ピルロ、ガラッソ、ガラッソボールを出します。ここでフェノード0-1、前半45分が終了です。今後半スタートです。パス、ワントラ、ガンナバラはつなぎます。このボールを周りを見て、ピルロ自分で行く、ここはつなぎます、止めて、止めて、ポグバボールを運びます、中央に出します、ボールを渡しました、ジダン、パロワパスを出してきた、メネス、ワルトラ、ウーガース、奪い返す、さあジロンダンボルド素晴らしいプレー、プラスよからローラー、ジュジュボールを出します、止めて、渡りません、ハローはこれはオフサイド、ネベズこれはもったいない、ビビビビビビ、この男からはゴールの匂いがします。フリップから試合再開です。ベルビエル中央に出しました、止めて、もう時間がありません、通すことができません、ポグバ、ポグバ横に出します、ポグバ止めて、ボールを運ぶ、取れず取り返します、クラスよ、中央から押さえて、ガンナバーの持っていく、ガンナバーのボールを渡します、トラップパスを出してきた、止めて、ジダンパスを出した、そのままシュート入った、ゴールです。後半45分、アッサード・デル・ピエロ終了間際に貴重な1点をもぎ取りました。采配が光りました。ここでホイッスルが鳴りました。0-2。イタリアの大将ビアンコネロ勝利を収めました。